大臣のもとへおばちゃん、かっこ幽霊。もう言っちゃう。絶対誰にも予想できないと思います。よしよし。皆さんようこそ。よしよし。最近どんな本をお読みになりましたか？私は面白い本を手にしました。こちらです。松田青子さんのおばちゃんたちのいるところ。これは前から気になっていて書棚に置いておいたんですけれども、楽しかった。17編入った短編集です。いつも女性に対して温かい励ますような目線というか、女性の生きにくさを描き、そこを解放してくれるような、そんなようなものを書いてらっしゃる方だと思っております。もう一つ言うと、この松田さん、これ私ね、最初松田何さんとお読みするのかな、聖子さんってちょっと読んじゃいたいみたいなんですけれども、なんか聞くところによると松田聖子さんのファンでらして、間違って松田聖子って呼んでもらえると面白いかなっていうことで、こういうペンネームにされたということです。松田青子さんです。今日はこちらをご紹介します。短編集です。でこれ後ろに書いてあるのでここ読みますね。追い詰められた現代人のもとへおばちゃん、かっこ幽霊、言っちゃってます、はい、かっこ幽霊たちが人肌脱ぎにやってくる。失業中の男にボタン道路を売りつけるセールスレディ、シングルマザーを助ける子育て幽霊、のどかに暮らす八百屋お七や皿屋敷のお菊、そして彼女たちをヘッドハントする謎の会社員テイ。嫉妬や怨念こそがあなたを救う、胸の中のモヤモヤが成仏する愉快な怪談集ということですね。まあ、幽霊が登場するから怪談集ということですけれども、怖いお話ではないですね。読んでてなんかとても心が軽くなるものだと思いました。特に女性にとってはそうかもしれませんね。まず最初にこの磨きをかけるという、ちょっとだけ内容を説明しますと、主人公の若い女性は彼に二股かけられて失恋しちゃったんですね。それでこんなことじゃダメだとエステ行ったり脱毛サロンに行ったりして、こう自分を磨こうと。でその脱毛サロンのシーンから始まります。でちょっとおしゃれなねお惣菜、リン&デルカかなんかから買って帰って、こう食べようとしてるところへおばちゃんが来るんですよ。はい、そのおばちゃんっていうのが突っかけサンダル、紫と金のスパンコールで描かれた虎柄のセーター。おばちゃんの全体はイトーヨーカ堂でできているという感じでこう入ってきて、このテリーヌは何だってこう指突っ込んだりなんかするようなおばちゃん。ただですね、私この時点ではなんかいかにもなんかね、おばちゃんっていうとそういうタイプって頭に浮かぶ、もっと言うとなんかステレオタイプのおばちゃんで、この人出てきてこれが続くのかなってふと思うんですけども、いやそれがもうさっきバラしちゃいましたね。おばちゃん幽霊なんですよね。しかもそっからの展開はもう絶対、もう言っちゃう、絶対誰にも予想できないと思います。え、そうなん、え、は、なん、え、っていうね、びっくりするような展開ですけど気持ちいいんですよね。おばちゃんぐいぐい来ますよ。でそのおばちゃんにはですね、息子がいて、しげるくんっていうんですけれども、この子も後でチラチラ出てきますね。最後のこの降りないなんていう時はね、割とこう重要な役割とかで出てきます。とにかくどのお話もクスッと笑えたり、ふわっと気持ちが軽くなったりしますね。例えば何でしょうね、おばちゃんたちのいるところ、さっきチラッと出ましたけども、ある会社なんですね。生きてる人とそうでない人が半々ぐらいの会社で、そこにそのさっき出てきたイトーヨーカ、全身イトーヨーカ堂のおばちゃんもいるし、そこにその息子のしげるくんもなぜだかハローワークで見て行ったのに、そこにたどり着いちゃって、そこで就職してますね。ここにそのテイさんというね、上司がいるんですよ。この人がいろんなところに行って使えそうな人を、生きてる人、亡くなった人問わずこうスカウトしてきて、そこで一緒にこう働くようになるんですけれども、例えば、そうだな、最後のお見送り、あ、お迎えか、最後のお迎え、これなんか座敷わらしのお話ですね。もう改装する、改築されるのでしばらく閉鎖になるホテル、そこにずっとこのいつも居心地よく
ここはとっても素敵なとこなのよっていうことでずっといた老婦人をテリーさんがスカウトに行くんですよね。武蔵木原氏なんですよその人きっとね。でもそこ改築だし、その間どうかうちの会社に来ませんかっていうことで、そんなお話なんですよ。別にその人も何をしてるわけじゃないんですけれどもね、小柄なショートヘアの女性、多分派遣のオファーがね殺到するはずなんで、うちに来てくださいっていうふうにこうヘッドハントするんですよね。まあそんなふうにこう座敷わらしとか、例えばまあそのボタン道路だったり、お皿を数えるその皿屋敷の話、こういうのはこう読んでると、あ、うん、そういう話だったかなってこうモチーフもわかる。で、私正直言ってこう落語の話とかはあまりよく知らなくて、最初この一覧表出てきた時は、何これ、最初のこの原作というか、これがわからないと面白みがわからないっていうことなの、ちょっと敷居高いかななんて思ったんですけれども、全然そんなことではなくて、これだけで十分楽しめ、さらに、じゃあこれの、原本ってどういうものなのって調べてから、またもう一回読むと、ははー、こういうことなのと、こうなんか2倍楽しめるような、で新たにこういうものにも親しんでみようかなと思える、読書の間口を広げてくれるような、そういう体験ができるお話だと思いました。私が一番好きなのはチームサラシナです。これはですね、この、おばちゃんたちのいる会社のあるチームなんですけれども、めっちゃくちゃ仕事ができる女性たちのチームなんですよ。なんとか部っていうんじゃなく、もうそのチームさらしなっていうチームなんですね。仕事ができるだけじゃなくて、例えばこう会社対抗のスポーツ大会なんかあると頑張って優勝しちゃうんです。バレーボールだったかな、ものすごくとにかく一生懸命練習して、で日本舞踊の大会があると、会社対抗でそんな大会あるのかなって不思議ですけれども、そういうとこでもとにかく会社終わった後に全員で一生懸命練習していい成績を収めるっていう、できる女性たちの涼しい顔で仕事っていうか、まあそういうこともこなす女性たちの話ですね。スカッとしますね。で、なんかそういうできる女性たちですけど、接待みたいな仕事はしないんです。そんな生産性のない仕事はしないんだそうです。その辺がね、なんか素敵だなと思います。先ほど気になってて、こう書棚に置いておいた本と言いましたけれども、今これなぜ読みたくなったかっていう理由にもう一つですね、私今出演しているドラマでおばちゃんっていう役をやってるんですね。いや、今までいろんな役をやってきましたけれども、主人公のおば役ですから、おばちゃんでいいんですけれども、役名がおばちゃんっていうその潔いのは初めてで、なんだろうな、おばちゃんって初めは名前ついてたんですよ、台本でも台本上も。だけど、いや、もういい、おばちゃんにしましょうってことになったんです。匿名のおばちゃん、じゃあおばちゃんってなんだろうなと思ったら気になって読んでみました。読んでよかったなと思います。別に年齢じゃないです、どんなに若い方でも、その自分の持ってるもの、それがここちょっとありましたね、怨念でもいいんですよ、嫉妬でもいいんですよ、そういう力が傑出した人も出てきますけど、何かこう人とは違う飛び出たところをうまくこう活かせるものはあるんじゃないかな、我慢することはないんですっていうことを、教えられました。よかったら皆さんもぜひご覧になって、そしてまたこう読書の幅をね広げていくのも良いかなと思います。はいいろんな面白い本が身近にあるんだな、買っといて読まなかった本っていうのも、その出会いっていうのを大切にして、どっかで読むタイミングが生まれてくると思いますので、はい、皆さんも楽しい読書続けていただきたいと思います。ありがとうございました。よしよし。